爆弾の方はどうなった？30個は解除できた。今最後の一つを真島のおじきが解除してる。すごい。真島の兄さんが。西田。真島さん。赤谷。マジかよ。はい。西田。汗が。止まった。次は。青やな。ちょい。青やなじゃないよ西田。なんや、腹の調子でも悪いか。勘弁して、勘弁して。故郷に残してきたお袋のことを思い出してしまって。なんでおかんと爆弾が関係あるんや。いやいや、いや、お袋一人暮らしだから、自分にもしものことがあったら。西田。せやからこうして解除しとるんやろが。苦労人すぎ。でも親父、これでこの配線を解読できるんですか。アホか。俺がこないなごちゃごちゃしたもん分かるはずないやろが。せやけどやらにゃしゃあないから、こうやって勘を働かしとるんやないか。勘？勘なんすか。それで30個いけたのやばい。俺のこと信用しとらんのか。いや、そんなことはないっす。それなら早やれんけい。はい。西田。親父、最後の2本です。あ、どっちかだ。面倒や。面倒。どちらにしようかな。西田。神様の言う通り。笑い事じゃない。本当に。決まった。赤や。親父、生きるか死ぬかの選択なんです。もうちょっと真面目にやりましょうよ。うっせえボケ。もう赤に決まったんや。それ貸せや。西田逃げて。にぃ。あぁ、嘘。真島さん、嘘でしょ。嫌な夢ね。びっくりした。リンクするんか今そこが。ダメだね。ダメよ、ダメなのよ。あんたが好きで、好きすぎて。